い、みーママです。今日は質問でたくさんいただいた、今回私が韓国に行って必要やったもの、必要じゃなかったものをシェアしたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで今回韓国に行くのに私がね持って行って必要やったか必要じゃなかったか、あと持って行ったらよかったなっていうようなものをこれから行く方のね参考になればいいなと思ってちょっとシェアしたいと思います。お買い物を目当てで行ったので観光とかする方にはちょっとあんまり参考になるかわからないんですけど、実際私が今回韓国旅行に行って必要やったものはもう正直最低限のものだけでいいなと思いました。っていうのはまず必ずいるパスポート、あとお金ですね、お金と下着とかの着替え、これだけあればもう正直 OK です。まあこちらがパッキングした状態のものになるんですけど、今回私は1泊2日ということで2日目の上だけの服と下着ですね、下着とで下着の上に着るキャミソールとヒートテックと靴下とでパジャマをねこんな感じ入れていきました。なんですが前回前々回ってこう韓国シリーズの動画をねずっと見てくださってる方はわかると思うんですけど、とにかく買ったものの量が多すぎて一応スーツケースの中は片方だけに詰めてもう片方はもう空で行ったんですよ。もう絶対たくさん買うと思って、それでもうスーツケースに入りきらなくって、で今回もうほんまいらんかったなと思ったんですけど、まあ、1泊2日やったんで私はもう次の日も前の日と同じ服でいいやと思って2日間同じ服着ました。ただねもう中の下着とあとキャミソールとヒートテックはねこうお風呂に入った後に着替えたのでそこだけ変えたんですけど、トップスとパンツはねもう2日間同じものを着たのでもうこの中にそのまま入ってます。でパジャマもいるかなと思って持って行ったんですけど、パジャマも結局ホテルにガウンがね置いてあったのでそれでも寝たのであの使わずで中にそのまま入ってます。まあ靴下は持ってってください。ちょっとねさすがに靴下2日間履くのは気持ち悪いので、旅行に行く前にちょっと調べてて韓国何かいるのか歯ブラシがねすごく出てきたんですよ。で韓国のホテルは歯ブラシがないホテルが結構あるみたいで、ホテルにね歯ブラシがあるのって結構普通なんですけど韓国ではそれが普通じゃないみたいなので歯ブラシは持って行った方がいいそうです。ただ今回私が泊まったホテルには歯ブラシ置いてあったので一応ねこの中に歯ブラシやったりとか歯磨き粉でスキンケア用品ですね、あ洗顔とかあとシャンプーとかメイク落としとかまあいろいろ持って行ったんですけど、まあ、その歯ブラシに関してはもうホテルにあったのでそれを使いました。でもまあ私が行ったホテルにたまたまあっただけやと思うんで基本的にはないところの方が多いみたいなんで歯ブラシは必ず持ってってください。って言っても向こうで歯ブラシ買えるんですけど買ってねもう捨てて帰ってくるタイプなんですけど、それがねもったいないっていう方は持ってった方がいいと思います。でまああとスキンケアも持っていくのもいいんですけど韓国行ったら多分スキンケアたくさん買うと思うのでもうそれを使えばいいと思います。なので別にいらんかなって感じですね。シャンプーとかトリートメントとかはあった方がいいと思います。それもホテルによってあるないあると思うんですけど、まあ私はもう基本的に旅行に行くときはホテルにあったとしてももう絶対持っていくので、じゃないとねもうすぐ髪の毛がギシギシになっちゃうので、あと置いてないところもあるのでそれは持っていくのをおすすめします。ボディーソープもね今回私の泊まったホテルにはなかったのでボディーソープもね持っててよかったですね。あとはクシかな、ヘアブラシとか、まあそんな感じですかね。まあ最低限このねアメニティグッズは持っていったらいいと思います。そんなめちゃめちゃ大きくないのでまとめたらこれぐらいの大きさなのでこれは持ってっていいと思います。次に必要やったものはやっぱマスクですね。今回私はこちらのマスクを今回持っていったんですけど PM2.5 がすごいとかいろいろ聞いてたんで心配やったんですけど、なくても過ごせます。してる方はやっぱちらほらいてるんですけど、まあ、してない方の方が多かったです。目に見えるほどすっごいブワーってこうなんか粉っぽいっていうか曇ってるみたいな感じは全然なかったので、私も2日目はねつけてたんですけど1日目はねもう全然つけずに過ごしました。マスクはねもう持っていっていいと思います。まあでもこれも向こうに売ってるのであれなんですけど、まあでもやっぱ日本のやつの方がねいいのかなと思いますね。で私が行ったのが3月の末なんですけど昼間は暖かかったんですけど夜はもうすっごい寒いので一応ねこんな感じでカイロを持って
っていきました。でも結局使わなかったんですけど、2月の韓国とかはすっごい寒いのでもう絶対必需品やと思うんですけど、3月の末ぐらいはね、まあ、夜は寒かったのであればいいかなって感じです。なくても別に過ごせました。で、服なんですけど、服も私はもう寒いって聞いてたのでダウンを着ていったんですけど、もうダウンなんか着てる人はあまりいなくって、ピーコートみたいな感じの服着てる方多かったんですけど、昼間はねダウンはいらないですね。もう暑かったです、やっぱ買い物して歩いたりするので。でも夜は全然ダウンでも寒いくらい寒かったので、まあそこの調整がちょっと難しいんですけど、3月末ぐらいまでに行く方とかやったらダウン持ってっても全然 OK やと思います。そう、あと持ってったらいいのがお買い物袋ですね。お店によってはね袋お金がかかるところが多くって、なのでお買い物袋は絶対持ってった方がいいと思います。で、まあダイソーの購入品の時に紹介したんですけど、私はねこちらのダイソーで買った大きいねIKEAの袋みたいなこの大きい袋を買ってたので、この中にね入れて運んでたんですけど、これだからすごいね買ってよかったです。ここまで大きいのはいらないかもしれないんですけど、これはすごいおすすめです。あとねもう一つこちらなんですけど、こちらももう向こうで買ったものでもうねスーツケースに入りきらなかったので買ったんですけど、下にコマがついてるんですよ。コマがついてるのでそのままこうコロ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 しながらお買い物できるので、これすごい買ってよかったです。これ1万ウォンぐらいなんで1000円ぐらいで買えます。昔は1人につき2つでも荷物を預けることできたんですけど、なんかね1年前かなぐらいに変わったみたいで1人1個しか預けれないんですよ荷物。2つ目預けようと思ったら7万ウォンぐらい、日本円で7000円ぐらいですねかかるみたいなので、これはね機内までね持って行きました。もう邪魔っちゃ邪魔でしたけど、でも全然飛行機の上の荷物置き場とかにも全然すっぽり入る大きさなので、これは買って全然良かったです。こっちもいいんですけど、こっちはもうずっとこう背負っとかないとダメなんで、買い物するたびにどん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 重くなってくるので、私的にはこっちよりこっちのねコマのついたこれをおすすめします。で結構かなり入るのでこれはいいです。あとそう飛行機なんですけど、日本から韓国に行くときはそんなに別に地元検査もまあそこまできつくもないんですけど、まあ普通にねどこ行くにもそうですけど、ライターやったりとかは、まあ、絶対入れたらダメっていうのとか、まあ、それぐらいなんですけど、向こうから韓国から日本に帰ってくるときが結構厳しくなってて、スーツケースに入れたらいけないものがまず電子タバコですね。アイコスとか今ねグローとかアイコスとかいろいろ出てると思うんですけど、もうそれ入れてたらアウトなので入れないようにしてください。あと、バッテリーですね。ビデオカメラのバッテリーやったりとか、まあね携帯を充電する用のバッテリーあるじゃないですか、あれも絶対スーツケースに入れたらダメみたいなので、もうそれも絶対注意してください。あとはまあスプレーやったりとか、とにかくこの火が燃える爆発する原因がありそうなものはもう絶対にスーツケースに入れたらダメみたいなので、空港に行ってからねいろいろやるの大変やと思うんで、それだけはね頭に叩き込んどいてください。私も大体は分かってたんですけど、ビデオカメラとかをね使わんわと思ってそのままねスーツケースの中に入れてたんですよ。バッテリーダメですよって言われたんで空港ですぐね取り出したんですけど、もう空港に行ってそんなんするの超大変なんで、もうね先にお伝えしときます。手荷物なんですけど、手荷物はこの大きさやったら全然持っていけます。中身なんですけど、液体類はもう絶対に NG みたいなので、例えば韓国でスキンケアの化粧水やったりとか乳液とかね、そんなんを買った時は必ずスーツケースの方に入れてください。で、なんか微妙な部分があるらしくて、キムチとかね食べ物で若干水分が入ってるようなものあるじゃないですか、あれ結構微妙みたいで、そういう食べ物類も買ったら必ずスーツケースの方に入れたら大丈夫だそうです。ぐらいですかね。 あとねお金なんですけど、空港で本に買えるんですけど、やっぱ手数料かかるので、結局向こうで余った分をもう一回日本に戻ってきて買えようと思ったらまた手数料かかって結構もったいないんですよね。また近々韓国行くっていう方は別にもう買えんとそのままね置いといたらいいんですけど、私の場合とかやったらいつ行けるかまたわからないので、今回ねめちゃめちゃ綺麗に使ってきたんですよ。
もう最後余ったんほんまに6円とかぐらいまで、もうめっちゃうまいこと買い物したんですけど、その綺麗に買い物をしたことによって韓国の空港に着いてからなんやかんや手続きして1時間半ぐらい余ったんですよ。その間に喉乾いたんですけど、ウォンがないから買えなくって、もちろん円は使えなかったので、クレジットカードやったらね使えるんですけど、クレジットカードで使うと、例えば今回韓国で安いジュースを買ったけど、結局引き落としの時に韓国のウォンの方が高かったりすると、その時の金額で落とされたりするので、結構クレジットカードで買うと損みたいで、韓国いつ行くかわからんから使っちゃおうってせずに、空港に行くまではもうだいたい2万ウォンとか2、3000円は置いといた方がいいです。そうしたらね、カフェに入ってご飯食べたりとかもできるので、それもすごいちょっと今回勉強になりましたね。ちょっとちょっとね、正座してたんでめっちゃ痛いんですけど、足が痛い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 。あとね、これ多分知らない方多いと思うんですけど、喫煙者の方いてるじゃないですか。喫煙者の方は基本的に店の中でねタバコ吸えなくって、韓国のお店全部なんですかね、ちょっとわからないんですけど、私が行ったお店は全部でした。じゃあ喫煙者はどうしてるのっていうと、まんまご飯を食べてる最中にそのまんま店の外に出て吸ってました。お酒飲みながらタバコ吸いたい方とか多いと思うんですけど、それがちょっとねできないっていうのが日本と全然違うなと思いましたね。ホテルも禁煙の場所が多いみたいです。ホテル内に喫煙所っていうのも結構少ないので、タバコ吸う人はもうホテルの外に出てコンビニの前とかねで吸ってました。あのね、そのタバコ吸う場所も結構グレーゾーンで、ガイドさんに言われたのが一応ほんまにダメみたいです。その辺で吸うのはねダメなんですけど、タバコがねこう道路にちらほら落ちてるところやったら、まあ吸っても大丈夫違うかなみたいなことを言ってましたね。だからなんかそこがすごいグレーゾーンみたいです。あとね、そう、すいません、思いついた順番に喋ってるんでごちゃごちゃしてるんですけど、あとタクシーね、タクシーはこれもガイドさんに行った時に教えてもらったんですけど、日本のタクシーと違って、韓国のタクシーは自動でドアが開かないので、タクシーを止めてずっとドアの前で突っ立ってても開けてくれないので、自分で開けます。自分で開けて乗ります。でその乗る時に注意なんですけど、ちゃんとねメーターを押してるか押してないかを確認した方がいいそうです。ダマスじゃないけどぼったくられたりする方が多いみたいで、乗った瞬間にメーターをピッと押して発進した時にそのメーターが動いてるかをちゃんとチェックしてください。降りる時は必ずレシート、領収書かな、領収書をちゃんといただくようにした方がいいそうです。なんでかっていうと、そのやっぱりねこう携帯とか財布とかを忘れる方が多いみたいで、確実じゃないんですけどレシートをもらうと、そのレシートにねタクシーの会社の電話番号とかが載ってたりするので、それを警察の方に連絡してで戻ってくるっていうケースが確率は低いんですけどあるみたいなので、必ずね領収書をもらうようにしてください。降りる時ですね、降りる時も勝手にドアは開かないので自分で開けて閉めてあげてください。じゃないとそのまま開いた状態でビーって行かないとダメになっちゃうので、ここはタクシー全然ね日本と違うので自分で開けて自分で閉めるっていう感じです。あとね、そう、そのタクシー事件っていうのがちょっと一つあって、今回私たちが泊まったホテルがミョンドンの方にあったんですけど、その東大門からミョンドンに帰る時にタクシー使ったんですけど、もうね手上げてても全然こう止まってくれなくって、で時間も10時半ぐらいやったんかな。結構ねそれまではタクシーめちゃめちゃ通ってたのにすごい少なくなってて、もう寒いんですよ夜、めっちゃこんなになっててこうやって止めてるんですけど全然止まってくれなくって、こう私らここで待ってんの見えてんのに手前でタクシーを拾った方がいたんですよ。うわ私ら待ってたのにみたいな感じやったんですけど、なんかごち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 話して結局なんか乗らなかったで、ね、タクシーそのままこっち来てくれたんですよ。で、来たーってなって、窓ビーって開けて、韓国語やったんで分かんないんですけど、どこ行くのみたいな感じで、ホテルの名刺をね、パッて渡して、ここって言ったら、交渉されるんですよね。東大門に行く時も、ミョンドンから東大門に行ったんですよ。その時、ちゃんとした、すごい優しい運転手さんやって、ちゃんとメーターもつけてくれて、日本円で5、600円やったんですよね。まず、初乗りが日本と違って、初乗りが300いくらなんで、
すっごい安いんですけど、行き品をその5、600円で来てるもんやから、帰りの運転手さんはじゃあ1万ウォンって言われたんですよ。で1000円ぐらいですね。はぁみたいな、500円ぐらいでここまで来たのに帰り倍払わなあかんのと思って。でももう寒いし、次捕まるかもわからんし、多分それはもう運転手さん分かってたんやと思うんですよ。タクシーの数も少ないし、ここはもう交渉してだろうみたいな感じで多分交渉してきて、で私らの前でね、その捕まえてた方とは多分その交渉ができなくって、でそんなんやったらもうええわって多分言われてこっちに回ってきたと思うんですけど、私らもうめっちゃ寒かったからもういいんちゃうみたいな感じで乗ったんですよ。乗ったものの運転手さんです、ホテルの場所がわからなかったみたいで、かなりいろんなホテルに回ってここみたいな、いやちょっとノーみたいな、ここいやじゃじゃのーみたいな感じで3カ所ぐらい回って、結局4カ所目ぐらいで当たったんですけど、もう最後運転手さん笑ってたんですけど、まあそんなんもありました。だからね、なんかほんまに多分しょっちゅうね韓国旅行とかに行ってる方はの方がそれはもちろん詳しいと思うんですけど、私はもう韓国数十年ぶり、じゃあ十数年ぶりに行って、すごいいろいろ勉強になりました。あとそう今思い出したんですけど、日本ってお酒とか継ぐときに多少ちょっと残っとっても、あ飲み飲みみたいな感じで入れるじゃないですか。それって韓国ではすっごい非常識らしくって、行儀が悪いそうです。韓国の方は必ずコップに全てなくなってから継ぐらしいんですけど、なので私もねお酒飲む人なので、それ結構気をつけてましたね、ご飯屋さん行ったら。まあちょっとね参考になるかはわからないんですけど、今回私が行って思ったことを言ってみました。これからね行く方とか、これ初めて行く方とかもいてると思うんで、まあ少しでも参考になればいいなと思います。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。